読谷村歌が流れてまいりました、月に一度ご出演いただく今日のゲストはこの方でございます。よろしくお願いいたします。愛妻ぐすよ中がなびら、夏間金さん岩重心あっちみせびがやさい。いや本当に暑いですね、もう本当に全国的に38度とかね、体温以上で、本当に暑い、大和でしたけど、まあそこら辺もですね、回ってきました。ああ、はい、そうか、そっちも出張行かれたんですよね。そうですね、最初ね、はい、後でまたこの辺の話もそうですね、はい、聞かせてください。まあ、9月8日には、はい、第77回読谷村の陸上競技大会が、そうなんですよね、陸上競技場で行われるということで、9月8日だ、今回は14の、各対局が出場予定で、はいはい、現在は各種目、夏季大会が終わったところでね、順位がキナ1、キナ2、ソベ3位、ナミヒラということですね、はい、あ、暫定もでき、出てるんです ね、 最初はあの陸上競技のね、競技 の、 あの総合最後は種目で決まると思いますけど、はい、これもね FM 読谷でも、はい、放送予定ということでございますね。はい、ラジオとネットでね、配信しますので、ぜひあのルシンチャーや親戚、世界中つつうらに伝えていってください、うん、そうですね、ね、本当にライブで見れますのでよろしくお願いします。で、はい、その後は、中上郡の陸上競技大会ということで、ね、そうそうそう、これが10月の13日、そうなんですね、約1ヶ月後ですね、これもあの読谷村の陸上競技場で行われるということで、今回は中上郡でスポーツ協会ですか、はい、それの担当が読谷村、はい、ということでですね、玉木秀友大協長含めですね、またみんなで、いろいろ準備をやっていると思いますけど、はい、ここの出場は読谷、嘉手納、茶谷、北中城、中城、西原ということで、はい、また FM 読谷で、これ5年ぶりだということですね、はい、中上地区をやるのはね、まあ、そうですね、はい、まあ、これも読谷に回ってくるのがね、あ、そうそうそう、ですからそうなんですよ、そういうことでですね、今回読谷でね、中上陸上が行われるということでございますので、うん、これも村長あれですよね、読谷の大挙はもうなんかもう中上スルースルーの勢いで、そうですね、中上はもう読谷祭りじゃないかというもうすごいぐらいですよね、何十連覇やってるというか、 ねちょうど10月からはね、暑くなく涼しいね、涼しい季節に入ってくると思いますので、はい、この8月9月を乗り切って、ね、また、10月もよろしくお願いしたいと、はい、陸上ファンの皆さんぜひお楽しみにしてください。まあ、明るい農村の話題ということでね、ゴーヤー水部が今年から、本格的にですね、はい、やるということで、第1回読谷村のゴーヤー水部チャンピオン大会ということで、はい、チャンピオン大会というのが、ね、その前段で各アザの、ね、自治会で各自治会でやってるから、それをあの集めてやるから、はい、ということなんですけど、今年の、記念すべきですね、はい、優勝はですね、第一は時志の田原、康さん、1410g、 1.4 キロということで、ゴーヤーが、はい、あーすごい、まあ、普通一気にないですよね、5600ないのが約3倍ですね、すごい、3倍の、ゴーヤーが取れてましたね。そして2位が義馬の、荒垣誠吉さんと、これ役場の、ね、先輩 OB ですけど、3位が、長浜の遠山康一さんというこの方もね、山芋でもいろいろ出してる方ですけど、このように時志義馬長浜ということで、時志小学校区がゴーヤーは強かったですね、西が、はい、そしてゴーヤーを制してる白川義将というのもあってですね、本当にこれが時志のですね、玉木義和さんという方でございました。あと、団体賞はですね、3名の、上位3名の、合計で、重量大きさを競うという感じですね、はいはいはい、これも1位がですね、時志、3410g、2位が長浜で、2650g、3位が波平ということで2645g と、これはもう50ギリギリ5g 差ですね、はいはいはい、まあ、そういうことでね、あ、すごい、第1回目のゴーヤースープも、無事にですね、みんなでワイワイと、できたところですけど、ゴーヤーは非常に、
手軽にできるものですね、うん、ぜひおじいちゃんおばあちゃんそして女性の皆さんもですね、うん、ゴーヤースープに参戦していただきたいと思います ね、 ですね、はい、ぜひね、健康のためにも、農業も食べるのも大事ですからね、よろしくお願いいたします。